江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、掲示板からの話題でございます。サッカーの話題ですね。警告民、日本は決勝に行けると思うの？ベトナムに2点決められたのに、ということですね。なんか元気いいな。はい、じゃあですね、こちら書き込みの方を見ていきましょう。くーちゃんお願いします。おお、やるか。おい、新日派たちよ、日本は決勝に行けると思うの？日本は主力5人が抜けたベトナムに戸惑って、やっと勝つ程度の伝説の猿一軍でアジアカップ決勝まで行けるのか。八強も大変そうだけど、 WW ベトナムで2ゴールを決められたチームがなんでワールドカップ優勝を狙うんだ。はい、というね、書き込みでございました。それではですね、こちらに対して警告の反応を見ていきましょう。はい、それでは1人目こちら。先日警告はベトナムを相手に6対0で勝利、日本は4対2わらわら。何が言いたいんだよ。何、間接的に警告は勝ったと言いたいのか。新日派たちの精神病は治療ができません。論理もないし、ただの患者です。同じ警告人であるのが嫌です。我々は60年間無冠なのに最多優勝チームのことが言える。日本はベトナム2軍に2ゴール、警告は1軍に6対0。おお、なんか言いたそうだね。日本はドイツに4対1だが、すでに警告がワールドカップでドイツに勝っている。ベトナムとの得失点差で日本に勝った警告員わらわら。狂った愛国はちょっと恥ずかしいですね。こんなことで発作を起こす愛国はちょっと深刻。警告が優勝しなければならないのに、いざこのような書き込みを見ると不安です。なんだ、こんな下品な文章があるのかと思いながらクリックしたのですが、愛国がちょっと恥ずかしいけど、適当に無視すればいいのに、ここで発狂する方々は本当に親日派だからかな？なんでそんなにブルブルしてるのか不思議ですね。警告がドイツ遠征して4対1で勝つのは地球滅亡するまで起きない。はい、というね、この警告の反応でございました。それではですね、こちらに対してチャットの反応いきたいと思います。はい、じゃあ上の方からいきますかね。今日負けたらそんな発言できなくなるけどな。トルシエさん、ベトナムを強くした。どうだったんですか、ベトナムと日本の試合内容は。まずは自国の心配をしたら、ノックアウトが怖いだけで初戦はこんなもんよ。64年優勝したことないのに決勝までいけると思うの、わらわら。逆に聞くけど、ベトナムに2点入れられたらサッカーでは優勝できない決まりでもあるのか。ベトナムはアジアカップではしっかりしてたぞ。おお、なんか私も試合は実際は見てないんですけど、まあ記事はね、結構たくさん、まあ警告発の記事ですけど見るけど、なんかいい試合してたっていうか、ベトナムもまあそれなりに健闘したみたいな感じで、まあ警告誌の中でもですね、結構まともに書いてる記事もあって、まあお互いゲダが逆にびっくりしたっていうふうに書いてありましたよね。うん。まあちょっと2点ね、入れられてびっくり、日本はまあ悪い意味でびっくりしたと。で、まあベトナムは2点入れられてびっくりしたっていう感じでね、ありましたよ。2点失点したけれど、その後立て直した方がすごいと思う。立て直せなくてグダグダになって負けたところもあるからね、わら。そういえばなんだっけ、日本国内で 2点入れられたっつって、なんかこう反省というか叩いてるというか、まあ、そんなのがあんの。お前らは過去の栄光しか見れないのかな。ベトナム15番の19歳、早いしてクミちゃん、わらわら。こういうわけがわからない、勝ちったつもりになれるのって精神的勝利とかいう謎思考なのかな。さらに都合の悪い数値はなかったこととして考えるからな、わら。舐めてもらってた方がやりやすいからそれでいいよ、わら。あのフラット5はなかなか抜けないぞ、トルシエもやるからな。君らとやった時とはトルシエさんの考える戦術が噛み合ってたと思うよ。1試合ずっとハードワークできてたみたいだし。
ベトナムさんは警告相手では手も足も抜いてたんですね。わら。試合内容は前半までは互角。結構押され気味だった。謙虚という言葉のない国って知ってます。わら。日本のミスから失点したけど、グエンは強かった。さすがトルシエだわ。ベトナム人は真面目だから、トルシエと相性いいからね。4チームとだったら、うっかり勝つこともあるだろうけどな。お前らは、試合を重なるたびにスタミナ減って、決勝トーナメントで負けるまでがデフォ、かっこ、笑い。あの2点は、ベトナムが奇跡起こした方で、ベトナム選手を称えるべき。2点入れられてもそこから、逆転したんだからすごいだろ。ベトナムは、守備型から攻撃型にシステムを変更中だから、結果出るまで、時間かかってるから仕方ないね。今後が楽しみな国になりました、ベトナム。ちょっとザイオンがね。サッカーダイジェストとか苦戦とか言ってるし、ベトナム国内も大騒ぎ。日本のゴールキーパーにハーフの方がいらっしゃるですね。でそれが記事になってたんですよ、韓国で。でまあちょっとやろうか迷ったんですけど、あのコメントが鬼畜でさ、ひでえんだ。農場池とかさ、ハーフじゃなくてさ、ハーフっていう表現じゃなくてさ、混血っていう表現でさ、で、警告のコメント、いや、農場行ってろ、みたいな感じでさ、結構ひどかったよ。もう YouTube では、とてもとても扱えないようなコメント言ってましたけどね。ひでえ国だなと思いましたよ。はい。じゃあですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。